TBS が19日に放送され、WBC、ワールドベースボールクラシック開幕を控える中、司会の関口博史が大リーグへの不満を漏らした。この日のスポーツコーナーは、元大リーガーで第1回、第2回 WBC 優勝、メンバーの岩村明憲氏と、元バドミントン、日本代表の小倉久美子氏が解説。冒頭から3月8日に迫る WBC を特集した。第1回、第2回と優勝しながら、直近のみ大会は、ベスト4止まりの日本代表。それだけに、今回こそはと期待がかかる中、関口もだんだん開幕が近づいてきております。今年は大丈夫？大丈夫ね。安心してていいですね。と岩村氏に迫るなど関心は高い様子だ。そんな中番組では日本代表と U 急増チームの難しさも指摘。普段は日本で使用しない大リーグ仕様の公式球にと惑う投手は多いが、この日は野手にも注目した。一塁手の山川穂高の急増チームで所属チームの人とは送球の軌道が違う。一塁手って実は相手の球の軌道を分かってないと難しい。曲がってくるのか、シュートするのか、まっすぐ来るのか、速いのか、遅いのかってあるんでとのコメント。これに、関口は特別編成のチームだから、こういうことってありますわね。ただ、世界中みんなボール一緒にすればいいじ。やないかと思うんですけどねとちくりだ。さらに、関口の不満は続く。現在、日本代表は宮崎でキャンプの真っ只中だが、ダル、ビッシュ有を除く大リーグ組はまだ合流できていない。これに、岩村氏が、海、外組ですよね。ヌートバー選手が入ってくるので、どれくらいコミュニケーション取れるか。あとは、時差調整ですね、と、難しさを指摘。また、大谷の二刀流起用についても、おそらく最初は、DH かなと。ただ、エンゼルスで、開幕投手が決まってますので、投手としてのスケジューリング立てて、日本代表と話し合いはあるんじゃないかなとと解説すると、関口は、本当に、米国のチームってうるさいわね。自由にやらせてよと、愚痴をこぼした。関口の不満は、日本代表の世界一奪還を期待するからこそ、立ちはだかる試練を乗り越えての優勝を期待したいところだ。